それでは定期的になりましたので、ただいまから総合資源エネルギー調査会第5回の脱炭素化社会に向けた電力エジメント委員会を開催いたします。委員及びオブザーバーの皆様方におかれましては、ご多忙のところ、出席いただきましてありがとうございます。また本日もオブザーバーとしては関係業界関係機関の方々にご参加いただいておりますけれども、今年のご紹介についてはお手元に配布させていただいております委員と名簿を持って配布させていただきます。また本日、高村委員と田中委員はご欠席でございます。また当該の音響設備の関係で本日会議中9時半頃にチャイムが入りますけれども、ご了承いただければと存じます。それでは以降の議事進行は山田委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは第5回になるので会合を始めたいと思います。今回はですね、タプソー制度のあり方、それから次世代型電力ネットワークへの転換、それと前回ご意見ございました災害時の需要化の役割についてご覧いただければと思っております。まずは順調から資料確認です。はい、手元の配信一覧にございます通り、次第委員長名簿、座席表、それから資料1が準局資料です。で、資料2が本日ご決議の高村委員からの提出書になります。ありがとうございます。それではプレスの皆さん、撮影をここまでとさせていただきます。よろしくお願いします。では1時に入っていきたいと思います。進め方ですけど、まず準局から資料1、それから高村委員からの資料2、これは申し上げてご説明いただいた後に自由討議ということにしたいと思います。まず準局から説明をいたします。それでは資料の1、次世代電力ネットワークへの転換に向けた制度等のあり方についてという議論に基づきましてご説明いたします。まず日経数字でございますけれども、これまでの議論の中の全体像をまとめたものになりますけれども、本日の議論についてはこの中の右側の ③ 各層制度のあり方、⑤ 世代型への転換に対応した制度のあり方、⑤ 災害対応のあり方のうち重要な役割と、この3点について、ご説明の上ご議論いただければと存じます。4ページをご覧ください。まず、タクソ制度のあり方についての論点でございますけれども、これまでも海外の制度などについて、事務局でご紹介申し上げてきましたけれども、日本のタクソ制度は、総括原価方式を基礎にして、事業環境の変化を踏まえて、料金査定方法や料金会計手続きの修正を都度実施していたという歴史的な経緯がございます。ここで、近年その、ネットワークに関する高経年化対策などの構造的課題がある中で、再エネの主力電源化、あるいはレジデンスの強化、デジタル化といった環境変化に的確かつ機動的に対応する観点、これは投資を、必要とするという面もございますので、必ずしも現行の料金制度では、発想制度では合理的ではない点、改善すべき点があると。という中で、今後の制度の見直しの基本的な方向性についてご議論いただければということでございます。で、ヨーロッパ、あるいはアメリカにおけるこれまでの改革の知見を取り入れながら、この料金の制度について、一部分手出しということだけではなくて、基幹システムの変更も含めてご議論いただければというふうに考えております。5ページでございます。この際の根気の考え方としての、案ということで、これを書いておりますけれども、国民負担の抑制というものと、それから必要な投資の確保というものを、両立をすることが大原則であって、その際には、このための単価を最大限に抑制するということと、必要な投資の量は確保するということが必要と考えられます。これが一つ目です。で、二つ目として、環境変化といたしまして、来年2020年に、発送電分離が実施されますので、ネットワーク事業については、全発電事業者、需要家に対して、制度的により中立性、公平性が担保されるということになりますけれども、法人であるネットワーク事業者にとっては、外生的な要因が増加するということが見込まれます。例えば、大電化について、電気の小売事業者が売る、売らないという、今までは同じ会社の中では需要の増加というものが、ある意味では、その企業努力に、関係するということがあったわけでございますけれども、個別法人になりますと、需要の変動というものは、例えば外的な要因になってくるんではないかというような考えも可能ではないかというところでございます。したがいまして、こうしたことを踏まえた制度というのも考えたらどうかということでございます。また、その際
に、まあ、自由化、要は再エネ導入といった課題に先行して、取り組んでいるヨーロッパなどの教訓を最大限に活用するべきではないかと。また、留意点、4つ目のことでございますが、まあ、福島の復興につきまして、廃炉にかかる必要な資金の捻出等について、さまざまな制度措置が、まあ、講じられておりますので、今回見直しを行うにあたっても、こうした福島復興に必要な対応というものは後退することがないように、まあ、留意するべきではないかという点を、記載しております。次6ページでありますけれども、電気料金制度全体としての整合性の確保という観点から、今後ですね、タクソ料金の変動というものが高い頻度で、まあ、発生するということであれば、この合理的な査定と、まあ、当然、透明性ですね、情報の開示がなされるという前提の上で、小売の経過措置料金にも理論的に反映させるための仕組みについても、詳細の検討が必要ではないかという点が論点でございます。次7ページでございます。こちらの費用負担の地域偏在性の是正などについても合わせて議論することが必要ではないかというところでございます。これにつきましては、5月の、小委員会でももう既に議論いただいておりますけれども、全国の各層料金で回収する方式の導入、あるいはフィット課金方式の選択肢としての検討、また、これに加えて事業者間生産単価の基本的な見直しなどについても、そうした検討が必要ではないかと考えられます。また、こういった技術動向、脱炭素化の動向といった将来の不確実性がございますので、まあ、柔軟な制度設計や見直しといったものも必要と考えられます。次に、個別の論点でございますけれども、効率化促進のための制度の在り方ということで、8ページがですね、インセンティブ規制制度についての論点でございます。まず、現状でもですね、一定程度事業者インセンティブの創出というものを考慮した上での、まあ、料金制度になってございますけれども、より、こうした事業者の創意工夫を最大限に引き出す制度というふうにしていくことが必要ではないかと考えられますので、事業者自らが普段の効率化を行うインセンティブ設計と、それだけではなくて、その効率化分について、まあ、適切に消費者に対しても、還元がなされて、国民負担が抑制されるという仕組みの両立を図る制度というのが必要ではないかと考えられます。でこれで4つ目のコツになりますけれども、このインセンティブ規制というものにつきましては、1つ目としてはその事業者努力による効率化分を一定程度事業者の利益とすることを、まあ、許容するということで、まあ、効率化促進のためのインセンティブを創出する要素が必要ではないかと考えられます。まあ、よく言われるのは、年度末になると予算を全部消化しないといけないので、全部使い切りますのでというようなことがよく昔言われてましたけれども、そういうことではなくて、まあ、使い切り、ただ、まあ、全部返さなくていいんだけども、使い切らなかったら、まあ、返しなさいということですと、まあ、使い切ろうとするということになりますので、まあ、そうしたところの、まあ、バランスが必要ではないかというところが1点目。もう2つ目につきましては、その基準の、まあ、料金、収入下回る料金というものも、事業者が自ら設定することを可能することで、結果的にその企業的な需要化への還元も実現できるということで、これは多分事業者が全部、その効率化の解説を得るのではなくて、まあ、消費者側とですね、掛け合う仕組みにすることが必要ではないかということでございます。で、その観点からは、例えばヨーロッパにおいては、レビニューキャップといったような制度もございますので、こうしたインセンティブ規制も導入を視野に入れて、制度の詳細を検討して、まあ、どういうものがですね、一番適当なのかということについて考えることが適当ではないかと考えるところでございます。合わせてですね、持続的な効率化の観点から、まあ、ヤードスティックと言われていると思うんですけども、事業者間の比較によって効率化が当たるための仕組みについても合わせて、検討が必要と考えられます。続きまして10ページでございます。はじめに、こうした効率化についての適切な消費者還元、国民負担抑制のための仕組みということでございますが、こうした需要還元が適切に行われているかを定期的に確認する仕組み、あるいは効率化についての一部をもう期中というのは料金の設定がなされているの期間中にですね、需要に還元するということでの、イギリスなどではプロフィットシェア制度というものが入っております。また、査定につきましても、まあ二重の査定を、避けるというような形での、まあ、専門性を生かした査定スキルの導入、あるいはこの料金の、タクソ料金以外の、まあ、財源といたします、エサ収入の活用といった、まあ、様々な取り組みが考えられますので、これについての、海外事例を参考にしながら、詳細についての検討すべきではないかという点でございます。次に11ページをご覧ください。
そちらの発電が基本料金についてのこうとの整合性でございますけれども、発電が基本料金については、今、電力発取引監視委員会において、詳細検討中というステータスでございますけれども、2020年度以降、なるべく速やかに導入するということになってございますので、今回のタクソ見直しとですね、まあ、整合的なスケジュールになるよう配慮すべきではないかと考えられます。次に12ページでございます。外生的な要因に対応した基準の調整スキームということで、先ほど申し上げた通りですね、発電と送電が分離される中で、送電会社が見た場合にですね、外生的なその要因というものが増えるという傾向にございます。で、海外においてもですね、需要変動、それから系統の増強費用、これはもちろん系統の増強費用について何らか別の第三者が、まあ、計画内で確認をしているという点でございますけれども、そうしたもの、あるいはその調整力費用といった変動要因について、機動的に、ね、タクソルに反映させるスキームというのを導入しています。これは値下げのこともあれば値上げのこともあるということで、これはどちらに対してもマニュートラルな制度ということでございます。で、まあ、こうした基準において、外生的な費用を機動的にタクソルに反映するといったことを可能する制度についてもですね、詳細検討が必要ではないかという論点でございます。次に13ページでございます。こちらは実際のですね、電気料金、ネットワーク事業の、まあ固定費、可変費の構造と、基本料金、重量料金のですね、比率といったものが必ずしも一致していないといった中で、こうした料金構造のあり方についての検討も必要ではないか。これは必ずしも制度をそのものではなく運用的なものを含めてということになろうかと思いますけれども、論点と考えられます。次に14ページでございます。政策課題の対応を加速化させるための措置という点でございますが、再燃の主力電源化といった、まあ、今回まさに議論の端緒となった社会的な要請の大きい政策課題への対応を加速化されるための措置についても検討が必要ではないかと考えられます。例えば、現行の枠組みの託送制度においては、電気線投資に対する事業報酬率は通常の 1.5 倍とするといったような制度が既にございます。ヨーロッパにおいても、例えば、アメリカも含めですが、キャペックスとオペックスの、むしろ、オペックスに切り替えた場合のですね、対応策といったものも制度としてはございます。これはいろいろとご詳細については、もちろん整理が必要と思いますけれども、どのようにというよりは、どのような制度が取り入るかということについての、詳細検討が必要ではないかという点であります。次に15ページでございます。これは前回なりにご議論いただいた災害時の確実な回収費用回収の仕組みということで、まあ、災害時に事業者が機動的かつできるだけ、まあ、早いタイミングですね、災害対応をしっかり行うための措置ということで、これは宅送料金制度の中での対応が必要ではないかという点でございまして、これまで総論では各委員の方から、まあ、ご賛同いただいているというふうに認識しておりますけれども、中田委員からもご指摘いただいてますけれども、我が国の会計制度との実務上、制度上を規定するかといったような技術的な論点については、精査が必要というふうに考えております。で以上申し上げた基本的な論点、それから具体的な効率化等の需要側への還元といったような仕組みをまとめたものが16ページの絵になります。これはグラフというか絵については、これまでもご説明してきたものでございますけれども、大きく分けるとこの丸1の部分、既存ネットワークを下げるための対応としてしまして、使用効率化を促進して、それについては、しっかり確認をしていくといった点、そして先ほど申し上げたインセンティブ規制といったもので、例えば、レベニューキャップであるとか、プロフィットシェアといったような形のものが考えられるわけでございますが、効率化のそれの果実について、消費者還元と、事業者による将来の投資への原資というもので、これを分け合うといったような考え方、これによって、事業者も、まあ、効率化のインセンティブがあり、また、事業家に対してもその一部がですね、還元されるといったような考え方が、まあ、海外でも取られておりますので、まあ、こうしたものを、モデルとしてですね、詳細な検討をしてみてはどうかという点ことでございます。で、まあ、2が、この紫の点でございますけれども、例えば再エネの接続に対応する系統の増強費用といったものが、まあ、想定されますけれども、こうしたものについて、まあ、可否な投資につきましては、
別枠化をして、この柔軟な機能的な料金改定を実施するような仕組みを入れてはどうかということでございます。もちろんこのネットワークコストだけで見るとですね、こうした投資を行った場合に増えるという可能性は、否定はできないわけでございますけれども、この抑制幅、これを最大限抑制するとともにですね、再エネの発電コストについては大幅に低減、実質化を図るということで、全体として見た場合もですね、この再エネを導入していくという中でのコストを、低減していくということが、全体としては想定されるということでございます。17ページ以下はですね、参考資料になりますので、これまでご説明をしてきた内容と重複をいたしますので、本日、説明を割愛させていただきます。とりまして、33ページをご覧ください。33ページでございますけれども、これは送配事業者が確保する調整力、予備力といったものの、発送料金上での、制度上での扱いの論点でございます。これは、足元のすでに出ている、顕在化している課題ということでございます。現行の発送料金制度上は、送配電事業者が確保する、調整力にかかる固定費と、というものは、いわゆる H3 需要のですね、6% のみが原価参入することが認められております。一方で、34ページのちょっとグラフのところをご覧いただいた方が分かりやすいかもしれませんけれども、実際はですね、氷を確保するといった部分については、需要の 101% 部分になってございまして、その上の部分になりますけれども、調整力、それから現機種の対応、そして追加的な電源脱落に対応するための措置ということで、グラフでいうと紫や緑の部分になりますけれども、こうした部分についてもですね、送配電事業者が現状を確保しているということになっております。また、氷電源が不足する場合には、やむを得ず発送配電事業者を確保するという点もございます。こうした点については、今は、発送料金上の算定が運用上、認められていない形になってございますので、今般、これは私から不正常な状態というのは、ご指摘をいただきましたけれども、合わせてですね、こうした送配電事業者が確保すべき調整力、予備力の範囲をしっかり規定をした上で、料金制度上についても、整合的に対応することが必要ではないかと考えられます。まあ、参考で21ページで、工事期間での、議論について、参考でつけておりますけれども、そうした評価について今後は、送配電が取るべきなのか、一部氷が取るべきなのかということで、この101を超える部分についての、議論が選択肢として出ておりますけれども、仮に これは送配電事業者が、確保するべきだということであれば、料金制度との、料金の、原価算定の範囲との整合性を、図る必要があると考えます。以上が、発送制度でございます。で次に、ネットワークの次世代化等に対応した制度のあり方ということで、39ページをご覧ください。分散化デジタル化に対応した制度のあり方というページでございます。今後、これまでもご説明、ご議論いただいておりますけれども、電気の流れというものが、これまでの発電所から需要化に対する一方向からですね、多数の分散型電源、あるいは EV、EDR データセンター、こういった需要も含めてですね、新しいタイプの需要が出てくる中で、電気の流れが双方向になっていくということが想定をされて、すでに進みつつあるという点もございます。そうしますと、デジタル技術でこうした需要を、あるいは分散型リソースをですね、まとめて制御を活用するアグリゲーター、あるいは個人間で取引を行う B2B といった新たなビジネスが、少なくとも今、ニーズとしては が出てきておりますし、今後進展するといったことも想定されます。そうしますと、送電網については広域化が進む中で、一方で配電網についてもしろ分散化すると。という意味での機能文化が進展することも想定されます。こうした環境変化に対応するための電気事業の関連制度のあり方についても検討が必要ではないかというふうに考えられます。具体的に広域化についての論点でございますけれども、需給調整市場が2020年以降創設されて21年以降運用が実際に広域化されていくという中での一般送配電事業者の業務のあり方について一つ論点として考えられます。具体的には40ページをご覧ください。現状はですね、各一般送配電事業者は
個別のエリアで、その自社のそれぞれのエリアにおいて、必要な調整力を調達運用しておりますけれども、2021年段階で言いますと、広域的にですね、調整力を調達運用するといったような仕組みになります。で、この中でですね、左側の40ページの左下の、まあ、ダイヤモンドのような内容でございますけれども、これは周波数維持義務は各一般送配電事業者が間に合う形になりますので、あくまでも相互に遠隔調整しながら、まあ、相互融通するといったような形になりますので、まあ、責任については、まあ、ある意味、共用化するというかですね、今とは変わらない形で、対応がなされます。で、これは昨年の今月の制度前検討作業部会の中での議論、この地でそのまま書いてございますが、40ページの右下のようにですね、今後、これを、ある意味、単純化するような形で、市場運営にかかる組織形態や契約形態の見直しを含めた検討をすることが適当であるというふうにされておりまして、この検討にあたって制度的なものでですね、各一般送配電事業者の業務責任の分担や新たな組織形態、契約形態を考えた場合に、法律制度上の位置づけ、まあ、そうしたものがある意味足かせにならないような形での今後ご検討を進めていく必要があるのではないかと考えられます。以上が広域化の論点でございます。でもう一点が分散化に関する論点でございます。新ビジネス上新たな先ほど申し上げたアグリゲーター等の電気事業法上の位置づけあるいは電気計量制度との関係につきまして44ページをご覧ください。アグリゲーションビジネス、あるいは P2P といった電気の取引類型が多様化するといった中で、まあ、こうしたものについては、現状のですね、ライセンス制度の下でも、まあ、可能、一定程度可能でございますけれども、制度上の位置づけが異なりまして、場合によって引き制と整理されるケースもございます。また、合わせてですね、こうしたプレイヤーがですね、非常にまあ重要な地位を占めていくということになりますと、安定供給上の責任をですね、こうした方々にどこまで負っていただくのかといったようなことを論点と思います。非常に、まずは誰か、まあ、おそらく規制で、規制ではあまり関係がないということだと思うんですけれども、消費者の保護といった観点も場合によっては必要になってくるかというふうに考えられます。で、こうしたことから、まあ、また一方でですね、電力取引の際には、計量法に基づいた、検定を受けた計量費が必要であるということでございますけれども、非常にその個別のエネルギーソースをですね、まあ、細かく制御、あるいは取引するといったような場合には、このリソースごとにですね、全部計量費をつけていくということになりますので、特に、まあ、小口の方々ですね、一般家庭も含めた方々が、こうしたグリーゲーションビジネス、あるいはプロシューマーとして、まあ、グリーンな電力を例えば、融通しましょうといったような場合には、この計量コストがかなり課題になるといったような点もございます。このため、事業に参入する方の予見性を高めるということ、そして今申し上げた安定供給、需要保護というのの両立を図るといったためにですね、こうした事業の環境を整備する場合によっては、その事業の、事業者の位置づけというのも考えていくということと合わせて、この計量取引について、電気計量を実現、柔軟にですね、電気計量を実現する制度のあり方も合わせて、セットで考えることが必要ではないかと。で次は45ページ、電力データの活用でございます。これは、電力基本政策審議会のように議論がされておりますけれども、こうした電力のスマートメーターから得られる電気の使用量の電力データというものは、必ずしも電力分野だけではなくてですね、他の分野においてもその活用性が高まっております。で、統計加工された電力データだけではなくて、クリオリティサンドボックスを活用した実証事業といったものもございまして、さらに電力会社だけではなくて、例えばこれが災害対応という見守りサービスといったような、まあ、社会的な要請に対応するような、あるいは行政サービスと関わるようなところに、まあ、活用するといったような可能性も、今、議論がなされております。こうした電力データをですね、まあ、さらに活用法を行うと。というにあたっては、その活用可能なデータの範囲、そして、まあ、当然ながら個人情報の保護といったような情報保護のあり方といったものとの、を踏まえて、十分に踏まえて、さらなる流程であり方を検討することが必要と考えられます。で、46ページ以下はですね、こういった、
VPP であるとかを参考資料でございますので、説明を拡大いたします。次に、脱炭素化社会の実現にする需要サイドの転換の役割ということで51ページをご覧ください。脱炭素化社会の実現に向けては供給サイドにおけておいて年々を脱炭素化していくということと同時にですね、需要サイドの無電化の進展が必要であるといったことにつきましては、諸外国では相当議論がなされているところでございまして、再エネを導入していく、そして、その電化をしていく、需要について電化をしていくといったようなことを行えば、各国ともですね、高い脱炭素化ポテンシャルがあるというようなことも議論されております。で、今月11日にですね、パリ協定に基づいて、いわゆる温暖化対策に関する長期戦略につきまして、閣議決定をいたしまして、これについてはパリ協定に基づく温暖化対策の今後戦略として、日本も国際的に提出しておりますけれども、この中でもですね、エネルギー供給の低炭素化に貢献する要素の一つとして、電化というものが挙げられておりまして、特に、自動車の電動化といったようなものが一番分かりやすい例でございますけれども、電化率を向上させていく方針と行っております。でこれを電力ネットワークの側から評価をするならば、この人口が減少していくといった中で、これ自身は需要の減少要因になり得るわけですけれども、そうした中で再エネ対応導入に必要なネットワーク投資をしたといった場合であっても、この電化によって電力の利用量が高まっていくということになれば、キロワットアワーあたりのネットワーク負担額が抑えられるといったような好循環も期待されるところでございます。従いまして、当然この2050年に向けてはエネルギー政策あらゆる選択肢の手段が追求していくことが重要でございますけれども、需要サイドの転換についてもエネルギー需給構造の転換とか脱炭素化に貢献する手段、有効な手段として積極的に評価していくべきではないかと考えられるところでございます。52ページからの長期戦略における関連のですね、記載を抜粋をいたしております。53ページ以降がですね、アメリカのケース、ヨーロッパのケース、それから55ページは、しかし東大ラボですね、我が国における研究の成果といったものをお付けさせていただいております。飛びますけれども、60ページをご覧ください。災害時における需要化の役割の点でございます。前回、災害時における、対応ということで、事務局からご説明した際に、市民からご指摘をいただきました点につきまして、まとめましたので、ご説明をさせていただきます。これは北海道の例、としてここは書かせていただいておりますけれども、まず災害時においては、供給サイドで、ネットワークの早期復旧、発電所の復旧と、そのように最大限努めるべきではございますけれども、それでもなお供給力が不足する場合には、節電へのご協力といった形での可能性もございます。で、昨年の北海道での地震の際には、各需要家、家庭、業務、産業に対しまして、2割の節電の要請をさせていただきまして、これに相当ご協力いただいたおかげでは、計画停電が避けられたといったような、成果が出ております、結果が出ております。でまた一部の電力会社からはですね、これは停電情報をピンポイントで確認するだけではなくて、この実際にその電力設備の被害情報をですね、画像付きで送ってくださいということで、送れるアプリがございまして、例えばこれは電力会社の、システムですと、100ボルトに下げた後変圧器の先の部分が必ずしも見られないのですから、一番末端の本当の末端の部分だけ停電してると切れているといったときには、むしろ情報提供いただいた方がですね、早く、復旧ができるということで、そうした意味での情報の提供のご協力という意味でも期待されるところでございます。で、したがってですね、災害時において需要家にも引き続き一定の役割を担っていただくということは極めて重要だと考えております。で、当然電力会社あるいは国、政府といたしましても、できるだけですね、状況について、丁寧な、各迅速なですね、情報提供を必要と思っておりまして、具体的にはですね、説明をお願いしたケースでございます、63ページでございますけれども、延長の、ホームページでの方法でございますけれども、
左側のところの記事が大変小さくて見にくい教室なんですけれども、例えばその2割の節電というのは一体どうやったらやれるんだということで、不要な照明をできるだけ消すことで 7% とかですね、テレビを照明モードにして、すると 2% とかですね、まあ、こういうあの冷蔵庫を、強から中にするとそれだけで 2% 入りますとかですね、これ全部足していって、まあ、2割になるように、お願いします、まあ、できるだけ近づくようにお願いしますといったような、まあ、方法ですね、できるだけ分かりやすく、まあ、あの方法することに、まあ、努めておりまして、まあ、あのこういったことをですね、いろいろさまざまなあのメディアの方のご協力もいただきながらですね、各住民にご協力いただくといったようなことでございます。あのそういう意味では、あの住民の方々には非常に北海道の地震の際にはご協力いただいたと思っていますので、なんか、あの住民がもっと協力すべきだったということではなくてです、ね、引き続きあの、こうしたときにはですね、助け合いの精神でご協力いただければというふうな趣旨でございます。引き続きあの資料2でございますけれども、本日の、ご意見席の高村委員からのご意見ということで受け付けております。あのまあ、ポイント、河川の方を中心にご説明させていただき、ご紹介させていただきますけれども、タックス制度のあり方については、再エネの主力電源化をはじめとして、これからのエネルギーシステムに世代ネットワークのあり方に対して、直的観点から社会的要請の大きな国の政策への事業者への対応を加速させる措置も必要であるということで、まあ、連携性に対する事業報酬率の上乗せのほか、デジタル化 IoT 化の推進や災害リスクを低減して SDGs を高める措置の推進といったものが考えられるんじゃないかということ、それから、総配事業者が確保する予備力、調整力などの扱いについては、コスト効率化の促進の観点から予備力よりも調整力の確保に事業者のインセンティブが働くような制度設計が必要ではないかというご指摘をいただいております。それから2番目に、各次世代化などに対応した制度の在り方についての論点でございますけれども、これは広域的な調整力の調達運用は効率化の観点からも重要であって、将来の使い方を見せて今後さらに検討を進めていただきたいと。でその上で、需要側のエネルギーリソースのさらなる活用については、については重要であるというような指摘、それから、リソースは次のページでございますけれども、リソースアグリゲーター、あるいは蓄電システムなどを、電気事業法に明確に位置づけることをはじめ、事業環境を整備することで、新たなビジネスモデルの創出、調整力確保のための事業者の育成を、促進する効果が期待できるという点、ご指摘をいただいております。でその際には、過度な参入障壁にならないような配慮が必要という留意点が挙げられております。最後に、電化の役割ということでございますけれども、脱炭素社会という野心的なビジョンを目指す上で、電化の促進は必要な施策であって、再エネの導入拡大と連結した電化の促進というのが、経済効果の高い方策であって、モビリティなど、他の部門の脱炭素との牽引するが期待されると。で電化の促進の前提条件として再エネの主力電源化をはじめとする施策が不可欠である。で、エネルギーの効率的な利用に資する条件設型の再エネルギーシステムの効率的な政策も併せて促進するであると、こういったご意見を頂戴をいたしております。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。それではただいまから委員の皆さんからご質問ご意見といただきたいと思います。前でやっておりますけど、発言ご希望の方それとですね、これも毎回言ってますけど、一般傍聴インターネット配信でもなってますので、視聴者の方は聞きやすいようにマイクを近づけて、では配信、はい、ありがとうございます。私の方から大きく4点コメントということで、ご説明させていただきたいと思います。1つ目がインセンティブ規制制度、2つ目が基準調整スキームの話、そして3つ目が電力計量のスキームと、電力データの活用の制度、そして4つ目が電化と再エネとネットワークという話でございます。それで資料の、まず、8ページになると思うんですけれども、8ページ の、 そのインセンティブ規制制度ということでございますけど、これも私もこの以前から委員会でこの委員会でも言わせていただいておりますけれども、その事務局の方からですねポイントがありますけれども、やはりその事業者自らが、しっかり、効率化を行って、その分インセンティブということを実施するという話と、そのインセンティブをしっかりその消費者に還元するということで、そのウィンウィンのモデルということで、このレベニューキャップをですね中心としたインセンティブ規制の導入というのは、ぜひしっかり制度の詳細の検討していただきたいということがコメントの一つ目でございます。
それで2つ目がですね、12ページになると思うんですけど、基準調整スキルというこの話ですけど、これはその先ほど、需要もですね、結局、当然ネットワークが中立公平になっていく中で、需要の、この変化そのものも外政要因になるというご説明がありましたけれども、そういった、外政的なものですね、外政的なもののしっかり、そういったものを、量は外政的なものがあるんですけど、それをタクス料金に反映する、一方でその、単価はしっかりその、査定するというようなことをしっかりやっていく、バランスをしっかりやっていくことで、最適化をしっかりしていくということが大事だと思いますので、これは事務局の案に賛成していきたいと思っています。それで3つ目でございますけれども、これが資料の、44ページになりますかね。先ほど需要側のエネルギーリソースの話がありましたけれども、これは私も以前から申し上げておりますけれども、そのデジタル技術とかですね、 AI 技術は非常に我々も研究しているのは非常に速いスピードで今動いておりまして、そういった中でやはりその将来こういう軽量の壁とかですね、いろんなものの課題が多分出てくる中で、より、しっかりありますけど、安定供給もしっかりしながら需要化保護をしっかりしていくということで、しっかりしたその、あるべき姿というものを、デザインしていっていただきたいなということで、コメントをさせていただきたいと思います。あと、さらに、この45ページになるんですけども、これ電力データの活用っていう、これも我々実は結構研究してるんですけども、結構地方創生とかですね、結構地域の都市課題の解決にこの電力データって非常に役立つんじゃないかと。で、単純に電力データだけではなかなか難しい場合もあるんです。他の例えば、人流データとか交通データとかですと、他の掛け算することで、地方が抱える課題っていうものを解決に資するものって実はできるんじゃないかっていう話があります。ただ、おっしゃる通り、統計の加工をしてしっかり個人が分からないという前提でも十分になんかできそうなことがあるんじゃないかと。これやってみないと分からないということがあるんですが、ただ可能性としては、エンジニアリングの研究者の方々では一回やってみると、いろんな思わぬこのいろんな地方の課題をですね、さっき言った安全安心以外のですね、活性化とかですね、いろんなものの話が出てくるんじゃないかということで、ぜひこの制度をしっかり準備していただければですね、その研究とかですね、いろんな日本が得意となるべき専門家の方々結構いますので、その融合のきっかけにもなると思いますので、ぜひ、このご検討はお願いしたいと思っております。それで最後は脱炭素化社会の実現に向けた電化の話で、資料でいうと、51ページから53ページです、すいません。あとアメリカとですね、やっぱりヨーロッパの、説明の図があると思いますけれども、アメリカとヨーロッパでもしっかりやっぱりその再エネと電化というのを進めると、これだけ CO2 が下がっていくという絵が右側のこの青と赤の矢印、その差分が見せられていますし、あと電化の見通しもしっかり右上がりの絵があるという中で、やはりこの事務局に書いてありますけれども、やっぱ電化を進めると。で、電化を進めるんですけど、それをやっぱ再エネで供給すると。電化ですけど、再エネがたくさん入るとネットワークに対する変動があるので、その変動分はネットワークのコストは上がると。ですけども、再エネがたくさん入る分、全体のトータルの社会コストは下がるので、そういった方向で、皆さんがこう脱炭素しながら、社会の、社会システムを最適化最小化していくということで、経済発展も進めていくというような、シナリオということで、この事務局が出す方向性は世界に対しても同じような、日本が今後やるべき、姿を出しているという、非常にいいと思います。すいません、駆け足ですが以上です。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。じゃあこの後ですね、大山委員、それから東電パワーグリッドの今井本田、この順番に行きたいと思います。大山委員です。はい、ありがとうございます。インセンティブのところについては、今、林委員からいろいろお話があって、基本的に議論を出していただいた通り、賛同したいと思っています。欧州の